やっぱりプロの仕事は違いますね。よう先生よ。はい、何でしょう。学問ってのはよ、そんなに大切なのか。え、俺ら学問もねえし学校も出れねえけどよ、天気なら誰にも負けねえ、それじゃいけないのか。天気塗ってるやつより学問やってるやつの方が上等か。教えろよ先生。質問が難しすぎて僕には答えられません。先生のくせにだらしねえ野郎だよって。いい経験させてもらいました。どうもありがとうございました。やるんですか、義太夫。やりますとも。はい、よろしく。竹本八重子の会娘義太夫でございます。皆様お誘い合わせの上お越しくださいませ。娘義太夫、竹本八重子。あれ、トモちゃん、父ちゃんも一緒にやるよ。手伝って、父ちゃん。なんだと。はい、早くこれ持って。やりましょう。うちのババアでございます。クソババアでございます。ホテリンドバうちのババでございます。おー、久美子さん。まあ、一発でございます。ありがとうございます。本当にね、素晴らしい休業です。石になったる祭ら
が、た、ばあちゃん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 、頑張れ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 、ばあちゃん、ばあちゃん、ひれふる山の悲しみも最後の講座だった。これさ、仕立て直して先生にあげようと思うんだけど、いいだろう？うん、やるのか。うん、だってさ、ばあちゃんは世話になったんだからさ、なんかお礼しなきゃ悪いじゃないか。うん、それが礼儀ってもんだろ。それは礼儀ってもんだよ。やっちまえ。料理も裁縫もさ、女一通りのことはね、母ちゃん女中奉公の時に覚えたんだよ。見よう見まねで。そうなんだ。うん、厳しかったけどね、あの頃覚えたことは後になって役に立ってるよ。ありがたいことだね。大学行ってもさ、女一通りのことは覚えらんないよ。ねえ、どうしてマサルとタケシは工学部じゃなきゃダメなの？だってさ、手に職がなかったらさ、どうにもなんないじゃないか。母ちゃんね、奉公に上がったばっかりの頃、料理も裁縫も何もできなかったんだよ。だからさ、便所掃除とか先輩の嫌がることばっかりしっかり押し付けられて、そのくせ給金はうんと安くってさ、悔しい思いしたもんだよ。手にね、職がないっていうのは惨めなもんだよ。だから大学で手に職をつけてちゃんとした会社に入る、それがね、マサルやタケシには一番いいと思うんだよ。たけし、聞いてっかい？お前のこと言ってんだぞ。もう寝てるから聞こえない。進学に大いに未練を残しながらも、姉ちゃんは母ちゃんに従って就職した。うちでは母ちゃんの方針は絶対で、結局のところ誰も逆らえなかった。こら、たけし、いつまで寝てんだよ。朝だよ。ほら、起きな。いったやな、もう。散々母ちゃんに歯向かってきたオイラも、とうとう母ちゃんの言う通り大学生になった。もちろん、工学部の機械科だ。
だから言ってんだろ、昼からだってば。なんで昼からばっかなのさ。お前の学校朝からやってないのかい。おかしいだろそんなの。何教えてやってくれよ、大学が小学校と違うって。マサル、どうなのさ。それはまあね、授業の取り方次第ではそうなるけど。ちゃんと言ってんのか学校。なんだよその高いの目は。言ってるよ。おぞさん。はい、おぞまっさん。たけし、お前頼むからちゃんと卒業してくれな。うるさい、分かってるよ。うるさいとはなんだよ、うるさいとは。父ちゃん行ってくるよ。うん、どい。オイラが大学に入ったことで母ちゃんは半ば勝利を確信したかもしれないが、冗談じゃね。本当の勝負はこれからだった。立ってんじゃないよ、ほら学行きな。勉強しなよ。え、勉強していくんだよ。たけし、よしなさいよ。無駄なこと言って聞かせて。嫌な都政だな。バカお前は。少しは勉強したらどうなんだよ。マサルはね、毎日忙しそうにやってんのにさ、お前ばっかりどうして暇そうに遊んでられんだよ。夕飯まで勉強しな。母ちゃんは相変わらずだ。あれ、たた年は取ったが昔のままだ。あ、おかえり親方。まずはかけ漬けいっぱいね。ちなみに父ちゃんも相変わらずだ。大学か、いや参ったな。大学へ行ってるんだってよこいつ。すごいやね。マサルは帰ってきたか。ああ帰ってきたよ。大学からね。
何マサルの野郎も大学へ行っているのか。ああ、マサルの野郎も大学に行ってんだってよ。偉いもんだね親方。カゲちゃんもマサルちゃんも大学通ってんだもんね。なかなかできないよ。そうか。まあしょうがねえな。おたけし、いいよまだあるよ。やがろこの野郎、人に勧めると酒飲めねえで一枚の面死んでねえこの野郎。じゃあくれよ。うん、いい、グッときお、おめえいける口だな。えへへへへ、うん、うん、うん、はい、お待ち。こらかかこの野郎。二度とたけしなる迎えに起こすんじゃねえぞこの野郎。ただいま母ちゃん。お前らなんで酔っ払ってくんだよ。手の込んだ嫌がらせしやがってこの野郎。嫌がらせなんかしてないよ父ちゃん。おいマサル、酒持ってないこの野郎。だって飲んできたんだろもう。うるせえ、この野郎のおかげでお前酔いが冷めちゃうぞ。あ、マサル、いいからいいから、早く持ってきやがれこの野郎。いいよ本当に。勉強反対。酒は百薬の長。よくもなく何言ってんだかバカ。この番組は花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ授業午後からなんだってさ。今日バイトだから帰り遅くなるよ。大学生っつってもいろいろだね。マサル君とずいぶん違うよね。そうだろう。おかしいだろう。たけし、お前ね、大学に入ったからって安心してちゃダメなんだぞ。え、ちゃんと卒業して就職しなきゃなんないんだからな。いいのかよ。何がだよ。行かなくて。ああ、さきちゃん行こうよ。ああ遅刻しちゃう。ちょっと待ってくれ、今行くからね。よし。ああこぼれちゃった母ちゃん。さきちゃんあと何年？2年だよ、落第しなきゃ。まさるくんもまだしばらく学生だろ。さきちゃんもちっとも肩の荷降りないね。仕方ないよ。子供をね、一人前にするにはお金も手間もかかるよ。パパ。マサヤ、マサヤ、これでいいんだ。何もかも終わったんだ。どうなるの私たち。忘れろ。マサヤ、いいか、これ以上一緒にいるとお前まで。いいの、私はどうなってもいいの。一緒つきたいなら温泉マーク行けよ。冬子、マサヤ、タバコ吸うなら表行けよ。はい。3番。おい、はい、あ、お待たせしました。君学生だったら何？どこ？どこだっていいだろ。
暑かったな、今日もな。梅島の四丁目ってどのあたりでしょうか。うん、俺たち四丁目じゃなくて、姫がね、四丁目。どこ行くんだよ。うん、え？タケちゃんを？おう、訪ねてきたみてえだぜ。さ、どうぞ。いただきます。そうですか、バイトですか。ええ、ですからちょっと帰りがね、遅くなると思うんですよ。お元気なんですね。あ、北野くん。ああ、ええ、おかげさんで。よかった。こんにちは。先ほどはご案内いただきありがとうございました。いいんだいいんだ、礼には及ばねえよ。タケちゃんのお友達だって。え、お友達というか。違うの。なんというか、大学の同級生ですよね。あ、はい、そうです。でも友達じゃないの。連絡してみたらどうだい。え、バイト先に電話してみなよ。早引きできそうならしてもらった方がさ。おお、そうだよ。あんまりお待たせしたら気の毒だぜ。いいえ、そんな。そうだね、してみっかね。うん、あ、母ちゃん、俺するよ。え、いいよ、お前ほら食べな。たけし、座んな。うん、座んな。あの、どんどん食べなさいね、遠慮しないで。はい。ちくわあめ、ちくわ。ちくわ。あれ？おかしいね。ん？つながんないんだよ。話しちゃうかい？この番号は使われてませんってさ。ん？ダメだね。番号は間違えてんじゃねえのか？いや、たけしから聞いて書いたんだよ。あ？弱ったねえ。母ちゃん。うん？実はさ。うん？なんだい？来たの。あ。
もしもし。このさつきが、え？鉄工所でアルバイトしてるって母ちゃんに嘘つきときな。とっとと帰ってきな。帰れるわけねえだろ、仕事中だよ。お友達が来てんだよ。え？帰ってきな。友達？桜庭さんって方だよ。女の子だよ。女？知らねえよそんなの。知らない？すっとぼけんじゃないよこの。とにかく早く帰ってきな。もう、もしもし北野くんですか？あ、はい。私桜庭って言います。あ、どうも。北野くんは私のこと知らないかもしれないけど、私は北野くんのことよく知ってます。へえ。は？ずっとあなたを見てました。もしもし、ちょっとね。知らねえ、誰だよ。んなずっとあなたを見てました。その一つはですね、確実クラッチ。これは連結した場合、少しも滑ることなく確実に回転をすると、回転が伝わるというものでありまして、前に説明した神谷クラッチはこの一種になるんですね。こっち見んじゃねえよ、ブス。それじゃあたけしとは一度も口を聞いたことないのかい？で、今日は何しに？竹坊に思いの竹を打ち明けようって腹かい？いや、だったら、あ、そういえばあんたさっきなんか変なこと言ってたね。お元気なんですね。あ？北野くん。どういうこと？これ北野くんに渡してください。は？お願いします。はあ。お二人とも大学に。なんだかもうどうなっているんだか。あの、正確に申しますと、あのマサルの方は大学院ってやつでございましてね。そのマサルくんってのが上の子。はあ、大学院ですか。そりゃあご立派だ。こうやってお二人が立派になられたのはお父様のおかげですね。ご教育の賜物ですよ。マサルの野郎はね、ガキの頃からできたくしてやったんですけどね、まあ、たけしの野郎がと。下の子。ああ、そうですか。たけしの野郎には手を焼きました。はい、はい、はい。帰った？おう、ついさっきだぜ。メガネかけた子だろ。うん、桜庭よし子って言ってたな。ああ、こんな顔してやつだろ。たけし、いいからこそんな。何しに来たんだよ。俺知らない子だぜ。いいから座んなよ。悪かったよ、アルバイト先嘘ついて。だけど母ちゃんが心配するようなバイトじゃないぜ。どうってことないってな、兄貴。そうじゃないんだ、たけし。そうじゃないって？お前さ、今日大学で何勉強してきたんで？あ？昨日は？一昨日は？なんだよ急に。帳面見してごらんよ。ノートなんか取らねえよ。講義聞いてたらみんな頭に入っちまうんだから。俺嘘つくんじゃないよ、お前は。母ちゃん、お前学校サボってるのか？ん？これ渡してくれってさ。試験の時困るだろうからってわざわざノート取って持ってきてくれたんだよ。たけちゃんに一目惚れみたいだね。恋する乙女ってやつか、この色男。五郎さん、彼女はずっとたけちゃん見てたんだよ。そのたけちゃんが今年入ってから学校に顔見せなくなったもんで心配してたらしいよ。お前さ、毎日どこ行ってんだよ。え？マサル、大学ってとこはさ、試験さえ通りゃ卒業できんのかい？いや、一定の出席率がないと単位取れないよ。お前は淡くって帰ってくんじゃなかった。どうだお前。
悪い悪い、ごめんね、反省した。明日からちゃんと行くからさ。信じらんないよ、そんなこと。本当だって。だったらみんなの前で誓いなよ。え、みんなね、心配してお前の帰り待っててくれたんだよ。あ、竹坊、おめえもういい年なんだからよ、あんま母ちゃんに心配かけんなよ。サキちゃんの苦労分かってんだろ。はい。私、北野武史は明日から心を入れ替え真面目に大学に通いますので、どうか今宵はこれでお引き取りください。はいよ。いいだろこれで。それからね、お前ね、妙なとこでアルバイトするのはよしとくれよ。え、ジャズ喫茶なんてもんはね、不良のたまり場だろ。すぐにはやめられねえよ。向こうだって困るじゃねえかよ。そんな無責任なことできねえよ。無責任のお前、どの責任だよ。痛い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 。もういい加減しろ。え、やめるんだよすぐに。分かったな。はい、じゃあ帰るか。はい、お邪魔様。おやすみ。たけし、たけし、たけし。なんだよ。母ちゃんさ、さっきちょっと言いそびれちまったんだけどさ。ああ。工学部っつうのはさ、女の子がやっぱり少ないんだろ。ああ、少ないんだろ。そうだね、圧倒的に男の方が多いね。だったら気をつけなよ。え、少ないってことはそれだけで希少価値があるってことじゃないか。つまりどんな女の子だってさ、よく 見えたりするもんじゃないか。え、くだらねえこと言ってんじゃねえよ。何がくだらないんだよ、大事なことじゃないか。うるせえんだよ母ちゃんは。いちいち俺のことはほっといてくれよ。ほっとけるわけないじゃないか。ほっといたらお前どうなっちまうんだ。少なくとも父ちゃんみてえにはならねえから安心しろよ、たけし。はあ、でっかく出たねえ。お前はね、父ちゃんみたいにもなれやしないよ。え、父ちゃんはね、あんな風に見えてもこれがあんだよ、これが。そんじゃそこらの職人には負けやしないんだよ。お前にはさ、何があるって言うんだ。え、何にもないじゃないか。すねっかじのくせして生意気んじゃないよ。帰ったぞ。父ちゃん帰ってきたからさ。酔ってるね、あれね。また来ちゃいました。